皆さんこんばんは。本日のマッチは日本対セネガル、この試合の模様をお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。北澤さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、両チームイレブンが姿を現します。お聞きいただきます。日本がこの試合は 4-3-3 のシステムで立ち上がり臨んできました。そうですね、両ウィングが注目になりますよね、はい、ワイドに開くことによって中央から相手ディフェンダーを引っ張り出せますし、そこにクロスを入れていくか、あるいは両ウィングはスピードがあるので、はい、やはり切れ込んでいくっていうことも一つの狙いですよね、まあ、あとは何といってもボランチが重要になってくるんですよね。勝者はどちらなのか。さあ、まもなく試合が始まります。スタート、日本対セネガル、エキシビションマッチです。ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。長友、長友からスペースに出る、長友から香川、どうだどうだ、このシュート、いや、今のは北澤さん本当によく触りましたね。いや、素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。いや、綺麗なボレーでしたけどもね。そうですね、しかしまたそれを防いでしまう素晴らしい守護神です。さあ、中央へ、長友、これを読んでいた、香川から長いボール縦へ、本田、ふわっと裏を狙う、このボールはカットされます。セベ、チャレンジはしません、後ろに流す、ロングフィードで狙う、さあ、つながるか、チャンス抜けた、ここまでは両チームとも0対0、時間は前半中盤に差し掛かっています。長谷部、本田へ、スペースへ出す、キーパー前へ蹴り出します。ゆるく狙ったボール、これはつながりません。サイドを縦に走らせます。香川からこのフィードパス、セネガルが最終ラインまでボールを下げる、クヤテ、今日のゲームまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。ケイタ、ケイタからアーチのようなパス、シュート、あースルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。いや、今ギリギリの勝負でしたけどもね、長いパスにこれよく反応しましたよね。クヤテ、チームを率いるキャプテンです。ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。まだスコアレスです。北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。日本としてはシュートもかなり打ててますし、ボール運びにも無駄がないですよね。まだ 0-0 ですけど、ここまでの内容としては良かったと思いますよ。0対0のまま折り返します。
後半ゲームはスタートしています。0対0で折り返しです。セベボールを下げてリズムを作るか、組み立てながら攻め上がっていく。少しルーズになる。キーパーから前線へセベ、アーチのようなパス。いやいいボールだ。おいい形じゃないですか。上げる中央へボンダ、インターセプト。香川、先ほどから北澤さんしっかりチェックされていますね。そうですね、まあやはり中盤の底で起点になってますからね。この位置で余裕を与えると楽に展開させてしまうことになりますからね。できるだけ自由を与えたくないという考えでしょうね。ディウフ、ナメディウフからのフィードボール、この位置で受ける。ケイタからクロスボール、フォローいいですね。大きく縦へ、裏のスペースを狙う。これは繋がりません。ボンダ、さあボールは香川へ。いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。ふわっと裏を狙う。オフサイドですね。飛び出しがちょっと早かったようです。ウィアテちょっと出てましたね今ね。セネガルはメンバーチェンジです。残り時間は10分を切っています。イヌイ、かなり見応えのある試合になってますからね。選手たちは相当疲れてると思いますね。長いボールを振ります。長友、さあ左へ預けて、速いパス回し、サイドのスペースへ走らせる。中へのクロス、触らなかったか。いいとこまで行ったんで。しかしここで後半終了。続いて延長戦となります。さあ手に汗握るこの戦い、いかがご覧になりますか。非常に緊張感の高い状態で90分戦ってきて、はい、そしてさらに30分戦うわけですから、はい、ここは体力勝負になってきそうですよね。そうですね、延長戦です。あっという間の30分になるのか、長い30分になるのか、目が離せません。期待してまいりましょう。さあご覧のようにゲームはすでに再開しています。ここまで来てまだ両チームとも互角の戦い、目が離せません。裏のスペースへ自分で持っていく。どうだ、緩いボール、乾から香川、このスルーパスは通りません。吉田、ここでホイッスル。あっという間の15分間でした。両者一歩も譲らずここまでノースコアできています。このまま終わってしまうのか、はたまた劇的なゴールが生まれるのか、そのドラマの答えが出るまであと15分です。さあすでにゲームは再開しています。さらにここまで来て両者無得点、試合は延長後半を迎えています。乾、もうどっちが勝ってもおかしくない試合になってきてますよね。いきますよ、まだいきますよ。中上げる、緩く狙ったボール、ちょっと伸びてしまいました。惜しい攻撃でしたけど、しかしここで笛、試合は PK 戦に突入します。
延長後半も終わったわけなんですが、振り返っていただけますか。当然ね、両チームとも決着をつけたかったでしょうけども、うん、お互いにちょっと決め手を欠きましたね。そうですね、まあ、しかし素晴らしい試合だったと思いますね。まあ、PK っていうのはね、非常にどっちが勝つかって難しいですけどもね。両者120分間を戦い抜いて勝負つかず、 PK による決着を余儀なくされました。その戦いしかと見届けましょう。ボールが置かれます。さあ、ファーストキッカー乾、第一キッカー、最初の1本を確実に決めてきました。1本目から取られてしまいましたね。さあどうする。さあどこへ蹴る。そしてこちらも着実に入れてきました。これで両者1ポイントずつ。日本2人目です。コースは慎重に低い弾道右へ。止めるの難しいですからね。2人目です。どうだ、読みは正しかったんですが及びませんでした。いや、入れて当然とはいえね、落ち着いてましたね。さあどこへ蹴る。打ち抜く、引き前ですからね。セネガル3人目です。コースはキーパー動けません。さあイーブンになりました。そうですね、ここからミスできませんね。どうだ、読み切りましたね。4人目、さあどこへ蹴る。いやー抜かれた。これやられるとね、キーパー辛いですよね。日本5人目です。さあどこを狙うのか。読みは正しかったんですが及びませんでした。これやられるとね、キーパー辛いですよね。いやー追い込まれましたね。さあどうだ、止められない、決着はつきません。決着がつかない。突然の死、サドンです。さあどこへ蹴る、打ち抜く、キック上手いですからね。セネガル、ここを外すと負け。決めるか、決められた。サドンです、続きます。いや、入れて当然とはいえね、落ち着いてましたね。さあどこを狙うのか。読みは正しかったんですが及びませんでした。読み切りましたね。ここは外せませんよね。さあどうだ、決められた。サドンです、続きます。サドンですになるとね、一つ一つ本当にね、呼吸ができませんね。外せば終わりのサドンです。さあど、キーパー正面でした。いや、今みたいにね、正面狙っていくのもありなんですけどね。川島、もう止めるしかない。決めるか。ここでついに勝敗が決しました。最後まで緊張感高かったですね。日本惜しくも PK 戦で敗れる結果となりました。さあ北澤さん、最後は PK 戦での決着となったわけですが、いかがですか。日本としては順調に試合をしてたと思いますよ。ここはね、チームとして